俺は罰を受けなくてはならない。携帯のカメラがフラッシュするたびに校舎の壁を白く照らし出す。ここは無人だ。ただ俺と彼女だけがいる。またここに来てしまった。どんな精神状態なら同じ人間をここまでできるんだ。だがこの造形はどうだ。これには誰かの意志が、情熱が宿っているじゃないか。確かに動物の中には食うためでなく遊びのために他の動物を殺し死体を放置する者もいる。ライオンや猿やイルカのように社会性の高い動物の群れでは差別や虐待もある。だがそういう他者への攻撃衝動を作品にまで高められるのは人間だけだ。本当にそれだけの理由か。ここは死者のパーティー会場みたいな場所だ。凄惨な遺体は他にいくらでもある。それなのに。どこの誰かもわからない。こんな死体に、なぜ俺は。教えてくれ。君は誰なんだ。もうそんな時間か。
マユを探さないと。あいつは、俺がついてないとダメなんだ。そういえば、持田の妹、あの子はどうしているだろうな。さっき俺は、ついあの子を追い回して、怖がらせてしまった。まるで自分の中で、別の自分が目覚めつつあるような、そんな感覚だ。ダメだ。こんなのは俺らしくない。この悪夢みたいな場所のせいか。携帯に保存した画像や動画は、すべて消しておかないと。彼女の姿も。ヘミー！投稿！みんな！誰かいないの？やっぱもろに落としちゃった。平気かな携帯。最悪、ストラップ壊れたし。ここにも誰もいない。みんなどこにいるんだろう。ついさっきまで生徒会室にいたのに。やっぱりあの幸子さんのおまじないが原因なのかな。ここはどう考えてもいつもの学校の中じゃない。生徒会の仲間とクラスメート数人で例のおまじないをして、多分私は貧血か何かで気を失ってしまったんだと思う。目が覚めたらこんな気味が悪いところにいた。友達の姿はどこにもなかった。最初はトウコたちのいたずらだと思ったんだけど、どうもそんな雰囲気じゃない。怒っても叫んでも、さすがに怖くなってもうやめてと頼んでも、誰一人現れない。なんだか悪い夢を見ているみたいだ。むしろ夢であってほしいと心から思う。一人でこんなところにいるなんて我慢できない。とにかく、誰かに会いたくてたまらない。せめて、私の名前を呼んでほしい。私は山本美月。白檀高等学校の2年生で、生徒会の初期。私はここにいるよ！みんな！ここも窓と同じで開かない。ど
うなってんのもう。美月さん。誰？俺だよ、黒崎。黒崎？どこ？黒崎！やっぱ無事だったんだね！よかった！美月さんも大丈夫だった？怪我とかしてない？うん、私は平気。黒崎、みんなは？わからないんだ。俺もさっき気がついたばっかで。大地、どうして自分がこんなとこにいるんだかも。だよね。私たち、生徒会室にいたよね。なのに、どうしてこんなボロい学校に。気絶してる間に誰かに連れてこられたってこと？かもしんないけど、こんなことするやつなんて。うん、まともじゃないよ。黒崎見た？ここって死体だろ？見たよ。人生初の体験だよ。リアルでしょんべん漏らしかけたぜ。やだ下品。だけど、マジでやばいと思う。早く刻みやフクロイたち探して、ここを脱出しないと。そんな穴、ぴょんって飛んでこっち来ちゃいなよ。あんた野球部だし、スポーツ得意でしょ？無理だって、陸上部ならまだしも。使えなーい。そのうち補欠に回されちゃうんじゃん。厳しいな。美月さんらしいっちゃらしいけど。とりあえず、どっか遠回りしてそっちに行ける道がないか探してみるよ。え？ちょっと。そこで待ってて、美月さん。ついでに他の連中も探してくるからさ。そんな慌てなくていいって。しばらくここにいてよ。しないでよ。私性格きついからな。普段クラスでも生徒会でも姉御ポジションっていうか。やっぱエミみたいにおとなしい子じゃないと男子から女の子扱いされないか。やっぱり圏外。こういう時こそ使いたいのに。時計もおかしい。さっき落とした時にどっか壊しちゃったかな。遅いな、黒崎。何にもなきゃいいけど。おーい、誰かいるか。黒崎？ここだよ！こっち！黒崎！その声は、美月か？フクロイ！よかった。探したぞ、美月。無事だったんだね。よかった。気がついたらこんなとこだし、黒崎いなくなっちゃうし、さすがに泣きそうだったよ。なんだよ、いつもの美月らしくないな。健介も一緒なのか？その
穴の向こう側にいたんだけど、こっちへ来る道なくってさ、迂回路を探しに行っちゃった。そうか、あいつは考える前に行動するタイプだからな。フクロイの方は、トウコたちには会えてないの？ああ、大川や片山も見つからなかった。キザミも。キザミ君は平気でしょ。まあな、あいつみたいに体力も精神力もある人間ならこんな状況でも。とりあえず黒崎と合流して、それからみんなを探そう。じゃあ俺たちもこっち側から迂回できる道を探してみるか。大丈夫かな、私たちがここ離れてる間に黒崎が来たら。その時はあいつがここで待っていてくれるさ。むしろケンスケと俺たち両方で迂回路を探せば合流が早くなるかもしれない。それに探してるうちに他のみんなと会えるかもしれないだろ。そうだね、ここでじっとしてても始まらないし、トウコたちのことも心配だし。ああ、一刻も早く全員の無事を確認しないとな。これまだしけってなければ使えるんだけど、火ついてくれるかな。こうしておけば少なくとも生きてる人間がいることはわかるはずよね。フクロイ見て、ここに何か。確かに何かあるが、取れそうにないな。なんか口の奥にあるみたい。口の中に何かあるのは見えるんだけど、さすがにねえ。俺が調べてみるよ。うちが手を這う感触ってのはそう気立つな。
はい、ティッシュ使って。ああ、助かる。これは何かの鍵みたいだな。さっきの鍵で開けられないかな。よかった、開いたみたい。これ、何かに使えるかな？見て、ここに何か。確かに何かあるが、取れそうにないな。隙間に入るんじゃない？よし、出てきたぞ。鍵だ。さっきの図工室の鍵とは形も大きさも違うね。何の箱だろう。さっきの鍵で開かないかな。開けてみよっか。危険なものではなさそうだな。なんかあっても恨みっこなしだよ。心配するな。仮に中身が爆弾でも美月なら構わないよ。それって女の子のセリフじゃん。
墓にあるやつに似てる。それは外尾葉。これは木札といってお札の一種だな。ごまで燃やしたりするやつだ。ただのネジ巻きだね。だが何のネジを巻くものなんだろうな。大きさからするとおもちゃのものにも見えるが。一応持っとこうか。何かに使えるかもしれないし。さっき拾った木札で何とかできないかな。やはり扉のお札と木札の文様はよく似てるな。でもどうしたらいいのか。投げつけてみたら。そんな罰当たりな。とりあえず置いてみるか。大変だ、火事になっちゃう。落ち着け、よく見てみろ。
ネジ巻きじゃなかったのかな。何かのスイッチみたいな。スイッチ？特に変化はないみたいだが。待って！穴から！この匂いって、なんだか…ん？なんでもない。地震か？あ、収まったみたいだな。ビビった。こんなボロい建物、いつ崩れてもおかしくないよ。ああ、早く外に出ないと危険だな。マユ、いるか？ここにもいないか。マユ、一体どこに？また人が死んでいる。本当にどうなっているんだ、この学校は。こんな場所で、マユを一人にしておけない。ユイ先生か、持田あたりと一緒にいてくれればいいが。脊椎ごと真っ二つにするなんて、日本刀みたいな刃物か。そうでなきゃ、何か機械の力でも借りないことには。飛沫血痕がこっち側に散ってるから、刃物は体の前から入ったんだ。何かあるの？手がかりでもあるかもしれない。すまないが、読ませてもらおう。手がかりにはならないな。他に何かないのか。
なあ君、何か知らないか。死体に話しかけるなんて、俺もどうかしてる。しかし、おかしなもんだな。こうして人間の死体を前にしても、嫌悪感がなくなってきた。恐怖心が麻痺したのか。この子だって、最近まで俺と同じように息をして、考え、生活していただろうに。今はこんなに臭い肉の塊か。綺麗な顔してるけど、この顔もしばらくしたら腐って、見られたもんじゃなくなってしまうんだろうな。いや、別に、何か手がかりでもないかと思って。そうか。ごめん。声が聞こえたものだから。僕は田口翔吾。見ての通りカメラマンだ。って言っても、個展を開くような芸術家タイプじゃないけどね。取材でここに来たんだけど、一緒に来た先生とはぐれてしまって弱ってたんだ。君は？僕は、ここに迷い込んでしまったらしくて、今は友達を探しています。友達って、ひょっとしてそこに倒れている？いえ、これは、知らない人です。そうか、よかった。のかな。君の名前を聞いてもいいかい？よければ、探してるっていう友達の名前も。森重作太郎です。探してるのは女の子で、鈴本真由。小柄でよく笑う、明るい子なんですが。鈴本ね。あの、何を？いや、言いにくいんだけど、僕がここに来てから撮った映像に映り込んでないかと思って。後々警察に提出することを考えて、被害者の遺体と身元がわかりそうな、例えば名札なんかを取っておいたんだ。バカな！バカなことを言わないでください。マユは、無事ですよ。あ、いや、ごめん。安心してくれ。鈴本さんらしい遺体は映像にはなかったよ。しかし君は、勇気があるね。だって、いくら友達を探すためとはいえ、さっきそこの遺体を念入りに調べてたじゃないか。あなたもカメラで死体を撮っているじゃないですか。それがね、カメラマンってのは奇妙なもんで、ファインダー越しなら客観的な立場に徹していられるんだけど、生で見ちゃうと腰が引けちゃうもんなのさ。死体や銃撃に慣れた戦場カメラマンが愛用のカメラが壊れた途端恐怖で泣き叫び出したなんて話は僕らの間では有名でね。なるほど、そういうものですか。興味がない話だったかな。僕はどうも口数が多くて、ナホちゃんにいつも。それは外。どうだい？この際だから、一緒に行動しないか。いえ、せっかくですが、僕はもうしばらく、一人で探してみます。田口さんの足手まといになるのも、悪いですから。こんなやかましい人と同行するのはごめんだな。目上の人間と接するのも疲れるし。そうか。じゃあ、後でまた合流するのはどう？ここは磁場か何かのせいで時計が狂ってしまうけど、大体の目安で1時間後にそこの玄関で待ち合わせよう。こんな場所で生きてる人間に会えたんだ。君だって情報交換くらいしたいだろ？そういうことなら、わかりました。オッケー！決まりだ！じゃあ、気をつけてね。Thank you.
拾っておくべきか。気のせいか。今。役に立つかわからないが、拾っておくべきか。まあ、何かに使えるだろう。
工夫しないと、針金とタコ糸でなんとかなるかもしれないな。太鼓棒って柄じゃないが、うまくいってくれよ。よし、引っかかった。手応えからすると、そう重いものじゃなさそうだ。針金の角度が浅かったか。いっそ思い切って、下に降りた方が早いかもしれないな。だが、危険かもしれないし。どっちの方法を選ぶべきか。多少手間取っても、安全な方法がいいだろう。もう一度だ。よし、引っかかった。今度は慎重に引き上げないとな。学生証、キサラギ学園のだ。マユのだ。まさか下に、マユいるのか。マユ。見える範囲に人影はないな。学生証を落としただけなのか。だといいが。心配だ。マユ。もしかしたら怪我でもして。いや、いけない。前向きに考えるんだ。学生証があるってことは、マユは確実にこの学校のどこかにいるってことだ。地道に探せば、必ず会える。大丈夫だろうな、この校舎。田口さんは来てないな。まだ1時間経ってないのか。さっきの地震、何だったんだろうね。わからない。ただ、床や壁の傷や穴の様子がさっきと違うってことは確かだ。袋井、私、怖いよ。気を強く持たないと。いつもの強気な美月はどうしたんだ。マユ、いないのか。マユ。今、人の声しなかった。いや、気づかなかったな。下から聞こえた。行ってみよう、袋井。
待てよ、せっかちなやつだな。美月。すまない、怪我はないか？あ、うん、大丈夫だから。こっちこそごめん。いや、俺、僕の方こそよそ見してたから。君は他校の生徒だな、一人なのか？森重作太郎、如月学園の2年だ。2年なら俺たちと同じだな。俺は白檀高等学校の福井雅人、こっちは山本美月。よろしくね。作太郎ってすごい名前だね。文豪っぽいっていうか。ああ、昔からよくからかわれる。ごめん、でも私は好きだけどな。美月、初対面でぶしつけだろ。森重くんが困ってる。いや、構わないよ。何かあったの、森重くん？え？だって、なんか暗いから。って、こんな場所で明るかったら逆にキモいんだけど。いや、別にそういうわけじゃ。ただ、人を探しているんだ。森重くんも？私たちも友達とはぐれちゃったみたいで探してるんだ。君は誰を探しているんだい？クラスメイトの鈴本真由っていう女子を探している。小柄で、明るい。あ、この子なんだけど。ちょっと心当たりがないな。美月はどうだ？私も会ってないかな。役に立てなくてごめんね。いいんだ。この学生証を拾ったから、校内のどこかにいると思う。自分で探すよ。一人で？危なくない？よかったら森重くんも俺たちと一緒に行動しないか？鈴本さんを探すのを俺たちも手伝うから。参ったな。持田たちならともかく、こんな知らない連中と。だがまあ、悪い奴らじゃなさそうだ。こっちの袋井って奴は、頭も良さそうだから、ギャーギャー騒ぐこともないだろう。それに、断るのも面倒だしな。わかった。よろしく頼むよ。それじゃあ、どうしようか。Thank you.
骸骨の下に何かあるみたい。これだね。どうやら学級に知らしい。すごいね森重くん。私死体に触るとか絶対無理。友達を探すために森重くんだって我慢しているんじゃないか。どのページから読もう。